つ。なんかあれを取る自信なんだ。どこ？はい、よし。じゃあ、いきますか。棒はないんですけど、いいですか？ここでしょ、棒っていうか、うん、その、あの棒持ってないから。あ、棒持ったらいい。棒を持った方がいいじゃない。いいですね。棒を。さっきの棒。棒を取る。あ、さっきの。こんにちは。あ、ここ手使えるから。はい。ありがとうございます。わ、まあ、負けっても棒、こっちの方がいい。これ、棒、棒持ったらもう、こっちの方がいい。棒も使っていいですからね。素手で棒。両手で、両手で行くよ。じゃあ、ああ、負けた。あ、負けた。叩いた。叩かれました。手で、両手で。ああ。やっぱリーチめちゃめちゃ長いですもんね。リーチ長いよ。うん、めっちゃリーチ長い。こうやってってもいいわけです。そうそう、こうやって。俺今なんかこれ強い。だから意識がもう二つあるみたいな感じ。守りつつ攻撃みたいな。こいつ、あ、多分顔が強そうに見えるらしいじゃないですか。確かに。こいつは、まあ、兄ちゃんのでかいってわけで、やっぱだいぶ有利なんで。そうです。好きなとこつけてもらったらいいかもしれない。好きなところ。なんか、もしかしたら、くっつきが良くなかったの。いや、でも、ちゃんと触ってましたよ。ああ、じゃあどこにですか。うん、普通に触って。頭で出てきた。どこにかな。いや、全然全然、ほら。この棒に AI つけるちょっと棒を、棒を、ゲット触る。待て。さあ。てか、そうか、もう、あ、ど、まあ、こっちの方が長いのかな。だから、こっち、こういってもいいの。だから、違う。だから、三浦君がこう、こうの方が、まあ、さらにいいじゃん。いや、やっぱ全然、こっち、近づいて。ほら、この関係ねえ。届かない、届かない。ああ、強いんだから、こいつ。ちゃんと手を上げないといけないですもんね。こっちの手を上げないといけない。そっちの角にして、あのさ、こうしたい。東京タワーの方行って、東京タワー。東京タワー。こっから行こう。あ、東京タワー。モニターの。で、三浦君引いて、俺こう行ってた。三浦君、これ引くって違う。あ、違う、角にこう。あ、こうね。あ、違う、俺だ。これ俺がやるんだ。オッケー、分かった分かった。ボディが。ジャンプしたいときは、壮大な三浦君やってるんだと思ってたから行きます。いける。あ、頭取る。オッケーです。え、じゃあそのさ、もう お前らなんか形変だろ。いきます。イズについて、よーい、ピッ。俺らまださ、こう、これ子供とかはもうできない。そうっすよね。あ、もうで、それさ、多分バレーボールと多分同じで、多分、あーってなったら、引っ張ってブチとか。だから、こう、ダイナミックなやつは多分そうなる。いや、違う、一回さ、こっちに、一回なんか貼って、もともとちょっとあの今日お待たせした職人をしたのに、そうね。あ、割とあ、ついた。スーモみたいな。これさ、近づいていくのはさ、結構いいんじゃない。見てるなんかゲームみたいな。あ、ボーちょっと触れ込む。ちょっと触れ込む。こう。
ジャンプ。ボンゴ。ボンゴ。ダメだ。危ない。ダーいや、ビーチ、ビーチ。もうビーチ。全然届かない。叩かれてた。叩かれてた。もう突きかー。全然届かない。一番強い攻撃。あー。あえ、でも味方だからな。見てる方どうかっていう。今誰も見てないから。そうだね。ビデオ見てる。あ、ビデオ。ああ、そうですね。ちょっと見て。あ、あれ撮ってるんですか、あれ。撮ってる。あ、じゃあこれちょっとこうやって今書いてるかな。あいつそうっすね。多分。あ、でも分かんない。私の手がもともと読まれてるのかもしれない。あ、書いてる。